チュー。自宅の中で、まあ、トークが、自宅食足りないなと思ったらこれを言っていただく感じにしようかなと。例えば上手に千葉さん、大森さん下手にいて、じゃあ撮影タイムスタートですって言って、ありがとうございました、よろしくお願いします。オムライスやって、オムライスですよね。オムライス、絶対オムライス、いただきます。よろしくお願いします。一緒に座っていいですか？ありがとうございます。よかったです。真帆と新芽の髪の毛です。一番大好きな水色を着れたことですね。これは柄は真帆とお揃いで色違いなんですよ全部。私帯が黄色で、浴衣が水色なんですけど、真帆は浴衣が黄色っぽいやつで、帯がちょっと水色、ミントグリーン系。髪飾りも私はピンクで、真帆はこれピンクですか？いかがでしょう？黄色？ピンク？ピンクか。あ、ピンク。真帆が水色、私の色の水色で、双子みたいな新芽なので楽しみです。千葉さんだったら、ちょっと面出して、15秒後ぐらいに行きます。また Q 出しますね。本日は、つばやりファンクラブイベント夏の思い出作ろうよにお越しいただき本当にありがとうございます。はい、ということでね、本日は夏祭りがテーマということで、夏らしい企画をたくさんやっていこうかなって思います。寂しいのでね、一人じゃね、ちょっと今日はゲストを呼んでいます。じゃあゲストの方どうぞ。はい、今日はね、浴衣はそう、新芽のカラーじゃーん。で、私が水色の浴衣で、ちょっと水色の似た色を青の帯に入れて、ね、全部ちょっと新芽っぽく、そう、柄は一緒なんだよね、うん、柄も一緒で、髪型も新芽で、そう、そう、朝からね、選びました、ね、ありがとうございます。続いて、おー、はい、これは呪術廻戦、はい、まあ、なんか、マホに生かされたやつだ。一緒についてきてもらったんだよね。そう、せーの、やまる。え、ちょっと見たくりないもの出さないでもらっていい？せーの、ビール茶。あなたはね、当たり前ね。はい、そう、これが一番、これめっちゃ上がるテンション。大好きだった。岩手のおばあちゃん家でよくやってる。この間 YouTube で射的をやったので自信はあります。めっちゃ重くて、景品取りすぎて気まずかった店員さん。それは自信あるじゃん。おー、すごい、パーフェクトです。おめでとう。
回で抽選がもらえますよ。よかったね。じゃあ続いてのコーナーはこちら、はい、じゃん、みんなとスイカ割り。イエーイ。浴衣に合いますか。なかなかだよ。ちょっと見よって。いいよいいよ。まっすぐ。まっすぐ。え、待って、ステージから来た。大丈夫だ、全然大丈夫。もうちょっと。そのまま。せーの。わー。ナイス。すごい。結局の指示ですかね、皆さん。いきますよ。はい。あ、待って待って待って、なしにしない、なしにしない。練習じゃない、練習確かに。待って、リハめっちゃうまくいったのに。リハマジで上手だった。めっちゃうまかったんですよ。あーあー、いいよ。あ、めっちゃ上手。わあ、残念。E の10、E の13番。お、おめでとう。おめでとう。あっという間にあの最後のお時間が来てしまいました、はい、あっという間でしたね。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、今日は真帆来てくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。助かりました。温かいエリーちゃんの皆さんで楽しかったです。自由にいつも通りの魔法入りでやらせていただきました。ありがとうございました。皆さん温かく見守ってください。ありがとうございます。以上、つばゆりファンクラブイベント夏の思い出作らなでした。ありがとうございました。え、やった。めっちゃかっこよかった。ありがとう。また来週もお話しかけてください。ありがとう。ね、なんぼさん、ありがとう。本当に。やった。なんぼく嬉しい。かわいい名前のやつも。新しい？はい、ありがとうございました。ありがとう。とうえ、何知ってた？だってリリビってたもんね、6年前。すごすぎ。ありがとうございました。めっちゃ見えてるよ。本当に射的うますぎたよ。え、うまいですよ。2枚抜きしちゃった。そうだ、やばいよ。強いんだよ、狙撃得意。狙撃なんだよ。嬉しい。あ、そう、T シャツ着てる。次もね。じゃあこっちは左に。ありがとう。リンさん、焼けたね。じゃあ、今日も可愛かった。ありがとう。受け見てね。ありがとう。また来てね。また、はい、ありがとうございます。あ、待ってる。ありがとう。今日でよかったよ。昨日まで静岡で出張だったから。え、そうなの？お疲れ。めっちゃ、めっちゃ焼けた。え、ね、真っ黒。ありがとうございます。また来ますね。うん、待ってるね。ありがとうございました。ありがとう。どれがいい？どれか。これ裏でもいいかな。めっちゃ使用済み感ある。ありがとう。おめでとう。ありがとうございました。ペンなのって使ってんの？飾ってんの？ありがとう。
ございました。ということで、またね。またね。くださった皆さんありがとうございました。すごいね、なんかいつもファンクラブの旅に楽しんでもらえたかなってめっちゃ不安だったんですけど、最後のお見送りの時にねめっちゃ楽しかったってすごい言ってくれて、こっちも嬉しかったです。またね、次はバースデーイベントとかになるのかな、次もぜひ皆さんに会える機会を楽しみにしてます。ありがとうございました。密着してくれました、ありがとうございました